函館競輪場は北海道函館市にある競輪場。施設所有及び取材は函館市。競技実施はジャカ・東日本地区本部北日本競技部。電話投票における競輪場コードは11。実況は日本写真判定で担当は池田脇と。1950年6月29日に開設され、現存する競輪場では日本で最北。 本場としての開催期間は4月から11月まで。当期はバンク内に氷を張り、函館市民スケート場として利用している。1985年7月7日からは、サマータイム競輪と名付けられた白母競争が実施され、1998年7月8日からは、ナイター競争であるスターライトレースに移行した。いずれも競輪場としては、全国で、 初めて採用した。2019年4月14日からは、ミッドナイト競輪を開催している。過去には1992年、1993年、2001年、2004年、2007年には、ふるさとダービー、2006年、2010年、2015年には、サマーナイトフェスティバルが開催され、2012年には、当地初の GI かつ北海道初の公営競技の、最高グレードの競争となる。 高松の宮記念杯競輪が開催された。今後は2021年7月16日から18日に6年ぶりにサマーナイトフェスティバルの開催が決まっている。記念競輪は夏季に開催され、2006年まではイサリビ杯争奪戦2008年からは黒船杯争奪戦の名称で行われてきたが、2010年より名称を五稜郭梅争奪戦に変更した。 なお2020年は COVID-19 の流行と緊急事態宣言の対象地区に入っている関係で開催中止になった。また、現役時代に函館を中心として活躍し、オールスター競輪で兄弟ワンツーを成し遂げた藤巻昇・藤巻清兄弟を称え、藤巻兄弟配送脱戦が開催されている。2004年7月からは永久ツイントーナメントで前半戦。 ファーストステージ、後半戦、セカンドステージを実施していたが、2005年6月24日をもって終了した。2008年5月28日から、手芸活式車券、K-Dreams の発売を、会員制サイトにおいて開始しており、2010年5月29日には、ビッグドリームにおいて1億5978万7340円という、後輩等が出現した。 記念、ガールズを除く、各レースの一番車に、競争特典トップの選手を置いている特徴がある。トータルゼータシステムは従来日本ベンガーネットで、あったが、2010年度より集計システムは、当場の包括委託業者である日本トーターに切り替わり、IC カードを利用した e、e スマートクラブシステムでの車検販売も開始された。同システムの導入は、産業オートレース場に続き2番目。 また日本トーターが運営している、願望が2013年2月8日より、ギャンブベッドターミナルを設置したことにより、シゲカツ式の K ドリームスとドカントが購入できるようになった。入場料は無料で、特別観覧席利用料は400円。マスコット兼 PR キャラクターは、クマのリンリンと、プリリン。2000年には、函館ケリンテーマ曲として、 放つ感情がグランプリ受賞した。函館市の避難所に指定されており、大規模地震の発生時は駐車場が避難所として利用される。一周400メートル。特に癖のない標準的なバンクで、客室による有利不利は少ない。しかし一センター側が海岸に近いため、海風による影響がある。なお、走路の外側にはポリカーボネートが設置されているが、 3コーナーから4コーナーにかけては通常の金網が使われている。2011年9月17日より旭川レーシングセンター内にサテライト旭川を併設していたが2012年10月1日をもって車検の販売を終了し閉鎖された。一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴。ありがとうございます。